シシ。騒がれもハイボールのやつでも出てくるよ。二、はい、チームに分かれたから。はい、いいです。ハビの時しゃわんねや。だって寒いんだもん。嬉しい。どう、あ、言ってるな。ほんで、今日は、今日は、いいですか？あの曲流しっぱなしで移動するじゃん。わかる？あの、いつも通り。すると、踊り出しわかんないでしょ。わかんないっていうか、ね、着いたら始まるから、ちょっとぐちゃぐちゃになるとさ、いっぱい人集まってるからかっこ悪いから、あのちょっとねかっこ悪く見せないために、今年はですちょっと歩いて入場する歩いて入場することにしました。今日あの話、家回んないから広いとこで踊るから、うん、まあ、しょうがないんです。ほんでね、最初に大人の人が細胞振りをさ横に並べるから、パーッとで、そこを目指して歩いていく。で、細胞振りと最終的に2メートルぐらい開けてほしい。あで、頭の人は前見えるからいいじゃん。わかる？あ、網の人でも腹と尻尾の人見えないじゃん。だからその止まる合図とかはチームで決めて、こうやったら止まれる、止まれって言っていいから、そこはチームワークで OK、 分かった。登るかい？力入ってる。うん、後ろと2発。瓦を見せる、あの前掛けの瓦を見せる。
んまり余裕だ。そうそうそう。で、こうして、まず1回閉めてくれる。そうそうそう。おびさん、口紅つけてるし。ダメ、ダメ、痛かった。普通に。ちょっとお姫様ちょっと you
これがもうなんか本当に水に溶けないと食べないですが、こう目立ちとするのでそうだと思うよ。上にここからすぐ高田高校の仮設にすぐ行きます。そしてそれから高照寺、そしてあとどこだっけ、高寺園、そして給食センター、ここは消防署、そして細野沢の仮設、そして戻ってきて西道東の河原でやって、最後までここに戻ってきてここでやると。それでその今回はこの通り初めてやるもんだからね、いつもなら一軒一軒だけども今回はこの通りやるから、時間とかなぜその配分は、未知数だからね、一応のそのどこは15分から20分ぐらいの時間をかけて回る計算でいきますけども、気持ちやってるな、ね、はい。でまず、ということで、まあみんな楽しんでやりましょう。ね。俺らも楽しまねば、受け入れる方も楽しくねえんだから、ね。笑顔で元気で、ワイワイと、ね。暗い顔しねえで、行きましょう。ね。ほんじゃ、高田高校生、ちょっと手挙げろ、手挙げろ、手挙げろ。今から恒例になりました、河原の応援歌を歌っていきます。いつも歌ってっぺ急遽昨日決めてしまったからさ、多分ね、分かってる人は分かってっぺから、そこは口ずさんでいけないね。いくぞー、さあ、今日俺今ぞ輝く丘の谷、旋風巻いて勝てるのは北の底に鍛えたる。河原天神の息を見よ、風が膝立てた河原の前らに角を物はなし、風が膝立てた河原の前らに角を物はなし。ということで気合い入りましたんで、さあ出発しましょう。Oh, my God.
部は河原地区の竹和権現河原市姉妹でございます。今から皆様方の厄払いと今年1年良い土地になりますよう願いを込めまして獅子舞を踊らせていただきます。少々お騒がせいたしますがご了承のほどよろしくお願いいたします。Thank you.
Thank you.
一番じゃ町内がなくなって、うん、本来ならこう歩いて町内を回るわけなんですけども、うん、こういう状態ですから車でこう、うん、場所場所でしかやれないことがまず一番変わったところですね、うんうん、しかしこの状態でもやろうっていうのはどういうふうなところから出てきたんでしょうか。最初去年はできないかなと思ったんですけど、うん、やっぱ落ち着いてきてるうちに、うん、やれんじゃないかなっていう気持ちも出てきましたし、うん、やんなきゃだったらやんなきゃダメだっていうことになってきて、そうですか、なんかカッコつけるわけじゃないけど今やんなきゃダメなんだろうなっていう、うん、そういうところがあったからですね。ご苦労様です。はい、はい、子供たちに言ってあげたいことは何ですか。本当のことを言いますと、うん、この今この催しはこの子供たちがいないとできなかったです、うん、この彼らとかが参加してくれなかったら、うん、大人だけの力でとっても無理ですね。あ、そうですか。まあ、本当にこうやってやってもらってるのに元気をもらって、うん、大人がそれに引っ張られてるっていう感じですかね。なるほど。やっぱり子供は宝ですね。そうですね、うん、ここが一番高いです、うん、高田市の高田はこの子供たちですから。はい、わかりました。ありがとうございます、はいはい、手袋してるとこ以外寒かった。手袋してるとこ以外寒かった。わお、よく頑張りました。肉まん美味しいですか。お母さんご苦労様です。ありがとうございます、はい、子供たちに出ようって声をかけたのはどなたなんですか。父親です。あ、そうだね、はい、去年も一緒に参加されたんですか。ね、今年初めて1年生になったんで。あ、はい、1年生からなんですね、これは。え、うん、何歳から参加するとかそういう決まりがあるんですか。ないと思うんですけど、はい、1年生になったので。あ、はい、じゃあ2人とも初めて、はい、緊張してるみたいでしたか。いや、そんなことないです。そうですか。そして春に、うん、あ、去年の春ですけど、はい、橋本先生にその出席カードを出してからいろいろ支援してもらえると言われたので、父にその支援してもらえるけど、まあ、今年はどうするのっていう感じで、まあ、電話をして聞きました。反応はいかがでしたか。最初は今年はダメじゃないかって父は言ってて、ただその後一応会長の佐々木さんに言って、うん、父が言うん、と、まあ、やろうと、うん、有志だけでもやろうという形に、まあ、佐々木さんが言ってくださったので、うん、今年は、まあ、こんな形でやることになりました、うん、練習の回数とか減りましたか。練習、あ、減りましたね、うん、日曜、毎週日曜日だけで、あ、例年だと1週間ずっと毎晩やるんですけど、その連続した練習できなかったので、うん、連絡取り合うのも大変だったじゃないですか。そうですね。細目沢仮設住宅皆様、こちらは高田町河原地区におります。河原秋葉本院河原獅子舞でございます。本日獅子舞をやるためにこちらの集会場をお借りいたしました。そのお礼と皆様方の役を払うために今日ここに来ました。ただいまよりそのお礼の獅子舞をいたしますのでよろしくお願いいたします。Thank you.
頭かすよ。中和の仮設住宅の皆様、こちらは高田町河原地区にあります秋葉五門目河原獅子内でございます。突然のお邪魔で申し訳ございませんが、ただいまより、皆様方の厄払いを始めますので、
ソシストにしよう。いや Thank you.
ないで。気持ちだけ。あ、変わらない。気にしててよ。バクやれ、バクバク。あの最後にさ、戻って、本当のオラドの地元さ戻っから、東の、西の、河原で焼くから、これが一番最後だから、跡地で焼くけどな、これが最後だから、まあ、大丈夫、疲れてないべ。大丈夫な、これは、亡くなった人たちの鎮魂も込めて焼くからな。
ここはまず思い切ってやっぱり大人もやるんですね、うん、丸亀のスタンド最初丸亀のスタンドのとこでやっからでそれ終わったら今度は西の方で行ってあの管轄通り、はい、なそこでやっからさ、うん、上からも見てから思い切ってやっぱしな、はい、最後行くねよし移動大人もだぞ大人も入るぞ大人も次は大人でしょ全部。え？大人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 。え？大
すぐ一発褒めてやってください。なんかまたあと3秒だけ、あと3秒、あと最後に快感でもう一回やってみながら3秒だ、あと3秒、あと3秒ピタッとやんねん、マジで包帯もピタッと。じゃあではそういうことで、どっこ一緒に行きましょう。はい、そのままね。待ってる待ってる。待ってね。ピースからピース。Thank you.
これぐらいやねば聞かねえから。かじってもらってない人は。いやほら、こうかじで。あ、痛い痛い痛い。お前にかじってもらえないのか。あ、水木。かじってきた。あ、お前がかじってもらえない。俺がかじってもらえない。ほら。あれ、他には。あとはあ、いないね。どうも。